ネクタイ。ネクタイ、和名、襟締め、襟締めとは、男性の予想で、首の周りに装飾として巻く、布のことである。多くの場合、ワイシャツの襟の下を通し、喉の前で結び目を作って、体の前に下げる。首に巻く、細い型を、小剣、スモールチップ、前方に下げる太い方を、体剣、ブレードという。 制服として女性がネクタイを着用する場合や、カジュアルなファッションアイテムとして、ネクタイを着用する場合もある。ネクタイの起源については、諸説ある。現在のネクタイの原型ができたのは17世紀頃とされる。ネクタイの起源として伝わる有名な説として、ルイ13世を守るために、クロアチアの兵士がフランスを訪れた際、彼らが首に巻いていたスカーフが起源である。 というものがある。彼らは無事な帰還を祈って妻や恋人から送られたスカーフを首に巻いたが、それを見た、ルイ14世が興味を示し、側近の者に、あれは何かと尋ねたところ、側近の者は、スカーフについてではなくクロアチアの兵士について、尋ねられたと勘違いし、クロアチア兵、クラバットですと答えたため、その布を、クラバット、と呼ぶようになったと、ういつわである。 この説には14世紀にはすでにフランスでクラバットという語は使われていたという反論がある。どちらにせよ1660年頃に人気のあったクラバットは単に幅広のネッカチーフを首に巻いたものに過ぎなかった。現在でもフランス語などではネクタイをクラバットと呼ぶ。またこれから18世紀にかけてクラバットに限らず首に布を巻くスタイルは 並装としても用いられ、一般に広まった。この形のクラバットは、第一次世界大戦頃までの一般的な男性の、清装となる。19世紀後半に、イギリスで、クラバットの結び目のみを残したものが作られた。これが、某、蝶ネクタイである。アスコット競馬場に集まる、最の服装として、アスコット隊、ダービー隊が生まれ、清装になったのもこの頃である。 同時期に、現在の主流となるネクタイと同じ形である、フォアインハンドタイが生まれる。ネクタイの基本的な結び方の一つである、プレーンノットを別名フォアインハンド、フォーインハンドというのはここから来ている。フォアインハンドの発祥については、諸説ある。一つは、フォアインハンドは、四頭立ての馬車のことであるため、魚車の間でこのネクタイが使われたことから、広まったという説である。また、 オスカー・ワイルドがこのネクタイを考案したという説もある。また、ネッククロス、ア顎布と呼ばれる紐状のネクタイがあり、19世紀、はじめに、当時の社交界の伊達男、ジョージ・ブライアン・ブランメルによって広められたという説、イギリスがある。19世紀の7月王政以降、フランスの男性医療は着やすさなどの機能性を重視した単純化への傾向を強めた。また、 階級間の服装の平準化が進み、誰も彼もが一様に黒い帽子、黒の上下に白のシャツという、カラス男とも揶揄されるファッションが流行した。そんなモードの中で、ネクタイは男性医療の中で贅沢ができる数少ない場所の一つとなった。バルザックのおしゃれの生理学をはじめ、多くのネクタイ論の本が出版された。当時の人々はネクタイをすることは、 真摯の最低限の務めと考え、ネクタイを見ればその人の社会的地位、育ち、政治的意見まで一目でわかると考えていた。ランディズムロンの論客ロジュケンプによれば、1830年代には、すでに72種類の体の結び方が考案されていたという。ユニークで複雑すぎるネクタイは、それを結ぶことのできる時間的な余裕や忍耐力を表す。 上流階級同士の相互確認の暗号として機能していた。かつてネクタイには、証券、証券同士、裏地や真地が存在しないか薄く、一枚の生地を三つ巻きにした作りになっており背広の中で位置がずれやすかった。そのためずれを防ぐためネクタイ瓶が生まれた。現在は、証券、証券同士、裏地や真地が存在するため着用がしやすく。 ネクタイピンが付けられることも少なくなっていった。証券同士はタグが兼ねていることも多い。裏地は表地と違う織物や柄が使われていることも多い。長さの主流は現在 139cm プラスマイナス 1cm といったところ、メーカーにより多少の差はある。輸入品は 160cm あたりとやや長くなっている。 背広のラペルの幅とワイシャツの襟の幅、ネクタイの体験の幅を合わせると見た目も揃う。制服警察官や軍人用のネクタイは、ネクタイを掴まれた時、首が締まることを防ぐため、結び目は肩だけで、首周りは後ろでベルクロによって止める、または襟に金属クリップで引っ掛けるといった様式が取られることが多い。また、こうした結ぶ必要のないネクタイは、 ネクタイを結ぶのが苦手な人向けにも販売されている。ダービータイが多いが、蝶ネクタイやアスコットタイ、リボンタイもあらかじめ結ばれた状態の商品も多い。ネクタイには様々な柄があり、時と場合により適切なものを選択しなければならない。海外では特に気を使う人が多い。改まった席では、ソリッドやドット、モンを身につけていることが多く、レジメンタル、 あるいはストライプ、クレストロイヤルクレストといった体は出身校や所属団体を表すこともあるため身につけている人は少ない。コモンの柄にも意味が含まれていることもある。使われている色はソリッドなら1色、ストライプレジメンタルなどの柄物なら2色から3色が多く使われる。稀に4色以上使われているネクタイも存在する。その他、キャラクター、絵画、 周期表などのイラストがプリントされたものがある。絹のものが多いが、ポリエステルやウール、綿、アシャや、稀に、比較素材のものもある。ニット編みの布を使用したものもある。絹のネクタイは布地をバイアス、斜め45度に切断することにより、結び目の締め付けに、柔らかさとゆったりとした感じが出ると言われている。ネクタイには、背広やワイシャツ、靴下と同じく折り方がある。 多いのは主にこの二種類である。ネクタイには主に青、赤、黄色の三色が使われることが多い。特に寒色である青はよく用いられている。冬になると暖色である赤や黄色が用いられることがある。面接などの目上の人に会うときは青などの控えめな色を着用し、選挙などの強く自分をアピールしたいときは赤を、協調性をアピールしたいときは黄色を着用すると、 良いと述べているところもは、共通点は、光沢は控えめで、色は濃いめで、やや暗めの色を着用することである。刑事では、明るめの色でも良い。色の割合については、ワイシャツやブラウス、背広、ポケットチーフも参考にされたい。以下は礼服に好まれて用いられるネクタイである。と、様々な色が用いられている。ネクタイの結び、あるいは、結び目を、 ノット、ノットと呼ぶ。ノットは英語で物を結ぶという動詞、あるいは結び目という意味の名詞である。ネクタイの結び目には、リンプルと呼ばれるくぼみをつけて、結ぶのが気が利いているとされている。結び目が小さくなる、プレーンノットやスモールノットは、太いネクタイに、また逆に、ウィンザーノットは、細いネクタイに適しており、また体格によっても似合うノットは変わってくる。 儀礼用のノットや砕けた場にふさわしいノットもある。1990年代後半にケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所の二人の研究員が数学的にネクタイをモデル化し85通りのノットができると発表している。筆者は同書の中で85通りのノットはすべてが実用的なものではないとして13の実用的な結び方を推奨している。 よく使われるノットは以下のものである。また以下のようなノットもある。アスコット帯にはノンノット、ブラインドホールドノット、セミフォーマルノットが適している。他には超ネクタイ、スカーフにも共通した巻き方や独自の巻き方がある。ネクタイの結び目の太さに合ったワイシャツの襟の開きを選ぶことでより着こなしが広がるだろう。ネクタイの厚さ、薄さも考慮する必要がある。 ディンプルとは、ネクタイの結び目に作る、くぼみのことである。くぼみを作ることによって、ネクタイの表情を豊かにしおしゃれを楽しむことができる。刑事にはディンプルを作るが、長時には作らない。ディンプルの種類と作り方を記す。ネクタイの結び方の優先順位は、次の順と言われている。フォアインハンド体の主な構成要素は、表地、真地、裏地からなる。 通常はその他に証券投資という小さな長方形の布を用いる。これらのセットも販売されている。縫うために穴糸という太い糸も用いる。構造は表地を筒状に縫い、両端を剣状にして裏地を貼り、真地を閉じ込めた形になっている。表地も真地も平折りの生地から正バイアス45度斜めに取り、締めた時に伸びるようになっている。 小数生産の場合の表地は長方形の生地を一つの対角線から少しずらして斜めにに等分してきた片方の台形を用いる。切断した側から順に斜めに体験部、小験部、中はギブを取る。体験部と小験部との剣先の方向は逆になる。小山梅吉が1884年10月1日に初めてネクタイを生産したことを記念して、 1971年にネクタイ業界の業界団体である日本ネクタイ組合連合会が10月1日をネクタイの日と定めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。